ティム・ホートンは、カナダ連邦オンタリオ州北部国連園生まれのアイスホッケー選手である。NHL では、トロントメープルリーフスなどで非常にタフなディフェンス選手として鳴らした。また、カナダ最大のコーヒードーナツチェーン店、ティム・ホートンズの創業者である。1930年生まれのティム・ホートンは、北部オンタリオ地区の小さなホッケーリーグの選手として成長した。 NHL のドラフトにおいて、トロントメープルリーフスの指名を受け、同チームで17年間プレーし4度のスタンレーカップ優勝を経験した。その後は同じく NHL のニューヨークレンジャーズ、ピッツバーグペンギンズ及びバッファローセーバーズでプレーした。非常に当たりが強く、重圧下での冷静さでも知られ、耐久力のあるディフェンス選手として活躍。NHL のオールスター戦では3度の第一。 チーム選手と同じく3度の第2チーム選手に選抜されている。また、オールスター戦には7回の出場を果たしている。ホートンは選手としても有能であったが、一般的にはむしろ事業家として知名度が高い。1964年には、オンタリオ州ハミルトンで自分の名前にちなむコーヒー、ドーナツ店の第1号店舗を開いた。 初期のメニューにはいくつか彼のオリジナル料理が加えられた。1965年になって、彼は投資家のロン・ジョイスと共同経営を始めた。ホートンの死後、ロンは事業を承継して芝叩く間にこのチェーンを、数百万ドル規模のフランチャイズ事業へと発展させる、こととなった。1974年2月21日の早朝、セイバーズ GM のジョージ・パンチ・イムロックから送られた。 スポーツカーでトマソパンテーラーでトロントからニューヨーク州バッファローに向かって高速道路を運転していたが車の制御を失い車は大破、自損事故により即死してしまった。44歳であった。彼は区と2 5号線との環状交差路を通過中であった。この交差路はより適切なインターチェンジを作るためそれ以後撤去された。結果的にはホートンは 時速100マイル超のスピードで走行していたことに加え、相当量のアルコールと前夜開催された古巣、メイプルリーフスとの試合で顎を痛めたため、鎮痛剤を服用していたことが分かった。葬儀には NHL 選手とりわけホートンが目をかけて、その成長に重要な役割を担い、次シーズンにスタンレーカップ決勝進出を果たすこととなるセーバーズの若手選手が参列した。 彼には残された妻と一男四女がいた。1977年に、ホッケーの殿堂入りを果たした。また、セイバーズ時代の背番号2が1996年に、メイプルリーフス時代の背番号7が2016年10月15日に、それぞれ永久欠番になっている。ありがとうございます。